今活動のご紹介をさせていただしていただいたんですけど、結構私自身も興味が本当にあるところで、活動し始めるって結構難しいかなと思ってるんですよね。今日ブースにいてるブースを出していただいてるメンバーも結構我々の、お友達だったりもするじゃないですか。結構そのお友達方がですね、始められる時っていうのも我々もよく知ってたりとか、活動し始めたいんだけどどう思うみたいな話とか結構相談受けてることが多いです。始めるにあたって難しかったことで、初めて見て分かったことみたいなものを少しご紹介していただけると嬉しく思います。私はもう一言で言うと共同ステーションのおかげなんですね。小伝馬町にですね、実は中央区が委託している施設があってですね、こう何かやりたいと思っている人、区と何かやりたいとか、地域と何かやりたいとか、企業と何かやりたいとか、そういったものを相談できる場所って小伝馬町の共同ステーションというところが実はあるんですよ。で私は、資格、ちょっとお話しした通り資格を取って、じゃあ何やろうっていう時に、始めたい何かやりたいって考えた時に、たまたま多分区法か何かで共同ステーションの存在を見つけて、相談無料って書いてたんで、じゃあ行ってみようと思ってお電話をしてアポを取って行ったのが多分 2年前の3月とかそのぐらいでした。そこで、相談いろいろ話している時に、本当の最初は日本橋パパの会を紹介していただいて、日本橋パパの会は今日もブースを出していらっしゃいますけれども、日本橋パパの会、はい、お話ししてすぐに、じゃあ親子の料理教室をやりましょうということで、ちょっとトントンと話が進んだんですね。それで2ヶ月後にはもう教室を初めて開いてというのがきっかけ、はい。共同ステーション、共同ステーション中央をすぐ見つけれ、見つかったらそう通っていったって話だったんですけど、そうです、ね、簡単に見つかったものなんですか、それとも見つからなかったらね、そう結構大変だったかもしれない、そうですね、はい、見つかりませんでした。見つからなくて、実は川崎市のなんかこう企業塾に行ったりとか、江東区にも行ったりとか、中央区で見つけられないからかなり遠征をしてました。はい、ちなみに私も実は勝ち時で今パパの会みたいなものをやってて、初め中央区にの区役所行ったんですよ。ちょっと区の方いたら本当ごめんなさいなんですけど、区役所行って、市民活動課みたいなとこ行って、ちょっとパパの会やりたいんですけど、多分区にとってもいい活動なんで、なんか応援してもらいたいんですけどって言ったら、ちょっとここじゃねえなみたいな感じだったんですよ。で、社会教育会館行ったらいいんじゃないですかって言ったら、社会教育会館の方もちょっとここじゃねえかもなみたいな感じで、僕3回回って共同ステーションに行ったっていう。そうですか。でもやっぱりそういうこうつなげていただくような施設に行くってことはすごく大切です。そうですね、やっぱりつなげるプロがいっぱいわんさかいらっしゃるので、はい、気軽にその区の施設だから行きにくいなと一瞬は思ったんですけど、行っちゃえと思って私はもともと片付けが苦手で、自分のために片付けを始めたんですけども、それで皆様の前でこういう喋るっていうのは全く思ってなくてですね、ただ単に自分の家が片付いたらいいというところから入ってるので、起業をするって夢にも思ってなかったんですね。もう全然雇われサラリーマンで私は満足ですって半年前までママ友と言ってたのに、半年後にはなんとなく起業していたっていうところが実はスタートなので、何の、プランも企業プランもせずに、ただ書類を1枚ペラッと税務署に出してしまったというところが始まりです。なんか始めるって、なんかその例えば今事業って言っても、例えば本当に生活 と、はい、趣味と事業って、その趣味から始まって大きくするパターンもあれば、本当にいわゆるよく言われてるベンチャーみたいな感じで、いきなりその生活と自分自身の24時間かけて飛び込むケースもあると思うんですけど、これってなんかそのどっちかじゃないと思ってて、なんかやっぱりこうグラデーションありますよね。なんかその起業するとはまさか思ってなかったって話だったんですけど、そこハードルなかったんですか、気持ち的なハードルとか。多分その紙の重さっていうのも分かってない
くて紙を出してしまった。なんとなく一緒に学んだその片付けの教会のお友達がみんな起業するんだよっていうふうに言って、あ、そうなんだって言って、そんな簡単にできるんだねっていうところから、そこからブログとかも書いてますし、ブログで集客できるなんてっていうのが、全然ブログ自体も全然自分で書くなんて夢にも思ってなくて、どうしてそんな私生活を私一人みたいな風にアンチブログ派だったので今本当に180度変わって、もう私のこと見てみたいな感じでブログを発信する自分が不思議でたまりません、はい、ありがとうございます。斉藤さん、今度こういう、まあ、今まさに斉藤さんもご一緒に活動されていると思うんですけども、逆にまあお二人だけじゃなくても今たくさん地域で何かやりたいとかっていう方もいらっしゃったりとか、逆に斉藤さん自身もたくさんの応援する側に近しいと思うんですけども、そうやりながらその感じてること、まあ要は難しいこととか、あ、これは結構ツボというかポイントだなみたいなことがあれば、ぜひご紹介していただければと思います。どうでしょう。まずそうですね、一番こう地域活動をやる思いってある人ってすごくいらっしゃるんですけれども、一番難しいのってやっぱりこの続けるっていうことなんですよね。続けてさえいればもうある程度のラインまでっていうのは皆さん必ず到達するんですよ。でもその続けるっていうところがですね、やっぱりすごく難しくて、例えばその何かイベントやろうっていうのでもうちょっと人が集まらない、私のやってること間違ってるんじゃないかなって思ったりとか、でもそこで、まあ、その PDCA を回すじゃないですけれども適切なこうことができたりとか、我々が、まあ、するのはそういうサポートのところかなっていう、その続けられるためのという小さくてもいいから続けるっていうことが大事かなと思うんですよね。ちょっと今もう少し理解したいんですけど、続けるって僕もすごい重要だと思うんですよね。続けるとなんか急になんか、例えば私自身も勝ち時でそのパパ系の活動をしてると、実は急に結構大きな企業さんからこういう商品、パパ向けの商品出したいんだけどコラボしたいんですけど、なんかもう少し金銭の授受も発生しつつ、まあ、いわゆる向こうとしてはマーケティングの文脈で一緒にやりませんか、で僕たちはそのうまくプログラムに乗ればなんか、あ、これタダでもらえるんですかみたいな、こういうことも結構できたりとか、そういう波がありますよね。そうですね。で、続けることってすごく重要だと思うんですけど、結構難しいじゃないですか。難しい。なんかそのもうちょっとポイントを分解していただけると僕も勇気湧いてくるんですけど、どうですか。続けるためにはやっぱりそのコアなメンバーをまず見つけてあげることっていうのがすごく大事、まあ、それもそのつなげるっていう話の一つかなと思うんですけど、やっぱり吉田さんも新倉さんも最初こう一人で始められたりしたことだと思うんですけれども、まあ、活動を続けていく中でやっぱり一緒に協力してくれる人が必ず出てくると、そこがやっぱりこう転機になるっていうことってすごく大きいなっていうのを目にするんですよね。まあ、例えばこういう活動をやってる人いるから一緒にやりましょうよってことでこうガラッとその波がこう訪れたりとかっていうことですかね。ありがとうございます。続けていく上で、はい、結構、まあ、このサポートが重要になってるとか、こういう人のつながりが良かったとか、なんかその事柄でも人柄でもいいんですけど、はい、何かあればぜひご紹介していただければと思っていて、どうでしょう。そうですね、私はちょっとお話ししたおにぎりんじん祭りというのを、毎月もうまさにグロスリンク口どきさんの場所を借りて、毎月第3水曜日の12時からやってるんですけれども、まあ、続けている中で人が集まらないとかね、さっきの波の話ですけど、そういうのがあった中でも、もう今離れられないようなちょっとパートナーというか、もう右腕なんていう表現がもったいないぐらいの、仲間が、見つかりました。それは最初おにぎりにふらっと遊び、まあ、参加者として来てくれて、何回か、まあ、毎月来てくれてて、で半年弱ぐらい、まあ、いろんなこう話を参加者と主催者で話をしている時に、あれ栄養士なの、こういうことやりたいの、あ、じゃあっていう、それでもう大事な大事な仲間ができたので、そう続けて得たものはやっぱり仲間っていうのは大きくて、はい、それがあるからこそ今回のブースの出店もできてますし、お昼のおにぎりもできましたし、こうして喋ってることもできるので、はい、ブースのお二人ですね、ありがとう。
私も継続が一番難しいことだと思ってまして、やはりメンバーを、私はライフオーガナイズ協会というものに入っております。でそこでもですね、同じぐらい の, メンバーがいまして、最近どうとか、私はメールでとかスカイプなどを使ってお互いを探り合うんではなく、チェアアップ励まし合って頑張ろう頑張ろうって言いながら、なんとか継続して、でその中で地域、共同ステーションさんとも知り合いましたし、そのおかげで、お二人とも知り合うことができて、石川さんも知り得て今ここにいるっていう活動の継続にもなりますし、コツコツ私はブログを発信してるんですけども、そのブログを、読んでくれて、大企業さんではないですけども出版社の方ですとか、そういう方からもお声掛けをちらほらいただけるようになり、そういうアクションもまた継続の励みになっております。はい、ありがとうございます。素晴らしい、本当ありがとうございます。なんか継続については本当にいろんなところでもこの話聞くんですよね。継続するのどうかなとか、やっぱりなんか何がキーワードなのかとか、やっぱり何か大きな波が早く来ないと結構なんか寂しくなったりとか、そういうのはあるので、やっぱりすごくこう仲間の重要性とか、つながりの重要性とか、なんていうんですかね、今この瞬間に何かつながらなくても、やっぱりつながっておくことって本当にご縁って大切だなっていうのを私自身も感じるなと思ってます。今後どんな活動していきたいのか、要は今の延長線上じゃなくてもいいですし、なんかよくわかんないですけど、今日来てるあの辺のブースのカテゴリーの人とこういうことをやってみたいなことをここで宣言してもらってもいいですし、こんなことを、やっていきたいみたいなことをですね、ちょっとお話ししていただけると嬉しく思います。じゃあどうしましょう、斉藤さんからいきましょうか。はい、じゃあお願いいたします。はい、私たちグロースリンク勝どき、その孤独な子育てという問題を解決しようというふうに歌っているんですけれども、我々そういう社会問題の解決の最前線にいるというところですので、結構新たな問題に巡り合うことが多くてですね、今やはり私たちグロースリンク勝どきを使って何ができるかと考えると、子どもの貧困というのが今すごく話題になっていらっしゃる、皆さんご存知ですかね。今6人に1人の子どもが貧困状態にあるって言われてるんですね、この日本で。このグロスリンク勝どきという施設を使ってですね、そのような子どもたちに向けて何かできるかということを今模索していて、実際に一つ今形になっているのが、いわゆる子ども食堂と言われている試みなんですけれども、はい、こちらですね、地域の方のボランティアさんだったりとか、あと企業さんが寄付を集めて、子どもたちに温かい食事と団らんを届けようという、その町で作る、食堂パーティー、そういったものをやろうと思っています。でよりやっぱりそういう福祉寄りのグロースリンク勝どきという活動でしていきたいなと思ってます。地域の食堂って僕もやっぱりすごくあるといいなと思いますが、極端な話、ララポートにあるフードコートみたいなのが勝どき駅前にあったら、もうヘビーユーザーになると思いますすいません、ありがとうございます。私の今後の活動っていうのは、今個人でお客様のお宅にお伺いしたり、して片付けを一緒にしてるんですけども、今度はグループを組んでやってみたりですとか、あとはですね、私は片付けっていうのは、物の片付けっていうのをですね、生活にすごく密着しています。でやはり小さなお子様を持つお母様はおもちゃの片付けすごく悩んでますよね。それをもっとポジティブに、悩みではなく教育という観点に変えて片付けの活動ができればいいなと思います。物を、取捨選択するという技術っていうのは、小さなうちからおもちゃを使って、訓練をすると、大きな大人になっても、その場その場で取捨選択っていうのは必ずシチュエーションで起こってきます。それを子どものうちからママと一緒に、お父さんと一緒に取捨選択するっていうことはとても大切になってくるので、教育と片付けっていうのをまた広げていきたいと思います。私の今後の目標は、ズバリおにぎりんじん祭り全国展開ちらほら出張する機会が増えてきたので、今度の週末は前橋に行って
おにぎりをやってきます、はい、それも共同ステーションさんのつながりなんですけれども、はい、なので、まあ、どこかの地方に行って地方のお祭りとか、コミュニティを作るっていう時にじゃあおにぎりんじん祭りやろうよとか、あとは例えば新しいマンションじゃこの今度建ちますマンションのみんなで何かやろうよ、自治体で何か、自治会で何かやろうよ、その時におにぎりんじん祭りじゃあやろうとか、なんかこうコミュニケーションとか人を知るっていうところのためにおにぎりんじん祭りを活用していただければいいなと、はい、あと世代間交流もやりたいので、こうお孫さんとかね、あのおばあちゃまとかそういった方たちも交えて、あの今親子向けなのでそこの幅をちょっと広げていきたいなと思っておりますので、声かけてください。はい、ありがとうございます。これやりたいっていうのって結構頭の中にあるとわからなくて、今言ってくださいましたけど、言うとこうあのコラボレーションしたい側からすると鍵穴が見えるっていうか、非常にこうなんていうんですかね、コラボをしやすくなると思うので、すごく発信するっていうのはいいことだなと改めて思いました。ぜひですね、まあ、あの今日ここに来ていただいている方もゲストの方ともぜひあの後ほどあのつながっていただきたいですし、あの参加していただいている方同士もあの面白い方いらっしゃるのであのぜひつながっていただければと思っております。拍手お願いいたします。最後感想シェアということで、チェックアウト的にまた隣の方ちょっとチラチラ見ていただいて、せっかくなのであのさっきじゃない方ハードルちょっと上げて申し訳ないんですけど、ありがとうございました。ちょっと時間超えてるんですけども、ぜひあの最後にあのわがまま言って感想シェアしていただきたい、一人二人感想シェアしていただきたいと思っていて、ありがとうございます。私もあの来週再来週ぐらいに会社登記しようと思っているので、あの今日のお話参考になりました。で、私もあの子どもの貧困っていうところは授業とは直接リンクしないというか、あの収益を生むビジネスとしては考えていないんですけれども、あの CSR とかそういう取り組みの中でもやっていきたいと思いましたので、またお話できればと思います。ありがとうございます。その仕事とは別に、あのここ1年あの定年後を考えて、まあ、地域デビューって地域で活動しようっていう、活動ってちょっと意味が違うんですけど、地域にまさにつながりを持ちたいってことをいろいろやってきました。で、だから起業というよりは起業された人の活動に参加する側なんですよ。で、まあ、今日お話を聞いてやっぱりすごく思ったのは、実はいろんなことをこの1年数ヶ月できたんですけど、やっぱりこの活動っていろんな起業されてる方がいっぱいいるので、今日持ち上げるわけではないですけれども、今日いっぱい授業をされていて、まあ、地域につながりたいと思うとなんかたくさん機会がある、まあ、そういうことを改めて感じました。ありがとうございます。私自身もあのさっきちょっといくつかあの団体やってたりするんですけど、結構コミュニティって僕やっぱその場に対する貢献がすごい重要だと思ってて、今お二人が発信してくれただけで、あの発信する側とやっぱり発信される側ってこれ入れ替わってますよね。こういうやっぱり入れ替わる場ってコミュニティの中ってすごく重要だし、これやっぱりスパイラルになって発展していくと思うので、なんかこういう関係性ってすごく重要だなと今改めて感じました。じゃあ改めてあの3名の方に拍手の方お願いいたします。皆様あのありがとうございました。これで今日はあのイベントの方は終了になります。皆様ありがとうございました。ご参加ありがとうございました。お疲れ様でございました。